こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部島です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。今日何話すのこれどうしたんですか、もう気づかなかった。そういうことあるよね、そういうことあるでしょ。気づかなかった。あれでしょ、だって逆転するって話でしょ今日。あ、そうなんです。今日何やるのところで、ちょっと3つもかけてさ、すげえ重たいなと思ったんだよね。今日講師が実はゆきちゃんになるんですよ。そうなんです、 PR チャンネルファッションカレッジ講師の寺田由紀です。おお、変わったよこれ。アシスタントの吉場星正です。あ、吉場星正なんですね。はい、はい、そうなんです。私も今日めちゃくちゃ緊張しているんですけど、うん、なんでなんで、この企画が本当にうまくいくかと、うん、大丈夫かと、うんうんうん、分かりました。じゃあまず早速テーマを言ってみたいと思います。本日のテーマは寺田由紀がデートしたい男です。うわー、これはすげー視聴率伸びそうじゃん。あの、確かにこう男性ファッション誌に載ってる写真とか、うん、かっこいいなって思うんですけど、私が好きだなって思うものと違うことって結構ありまして、なので、うん、本当はこれがモテると思うぜっていう、おー、あの私の好みを押し付けていこうのコーナーです、うん、おー、いいかもね。はい、でもね、その前に、はい、アンケートを僕はちょっと読ませていただきました。あ、それ聞いてないよ、ちょっとこれは石場さんも読んでたなんて。この企画に当たるにあたって男の人についていろいろ書いてるので。え、これ発表されるの。そう、発表していいでしょ。ダメ、発表してダメなんですかこれ。いや、全部テロップでいく。やめて。どこまでかどうかっていうのを聞いていきたいし、ちょっとね。わかりました。まずじゃあババン、ババン、髪型ピョローン、髪型です。短すぎず、長すぎず、ショートカットっぽい自然な感じ。ほとんどショートカットじゃない、でも男の人って。違う、そう、なんかほとんどショートカットなんですけど、うん、おでこがめっちゃ出てるというよりもおでこにちょっとこう、うん、サラサラって入ってる、こうサラサラって入ってる。西島秀俊さんみたいな髪型。ああ、そうリンゴ合ってるの、そういう感じの。なるほど。じゃあ続いて日焼け具合、黒すぎた方がいい。間違えてない、ちゃんといくね、うん、日焼け具合、白すぎず黒すぎず、自然な日焼け。これ自然な日焼け、これ自然じゃないですか。あ、ギリアウト。今は自然な日焼けだと思います。たまにアウト、たまにアウトそういうことらしいです。夏の気合い入れた時の、まあ、やりすぎの時にね、はい、行っちゃってんねみたいなね、うん、今は大丈夫ですか、はい、じゃあ次ババーン、ババーン、眉毛ひげ、過剰に整えてる眉はアウト、ひげ、うん、は似合ってればあってもいいけどない方がベストっていうことは、ない方がベストっていうことですよ。何これ、私がな、何これ、ダメージ受けていくコーナーになってません？次、はい、次すごいな、ババーン、メガネなくていいなくていいんだよ、なくて、こんないらないんだよ、3つもいらないんだよね、メガネ。こういうだってメガネをおしゃれとしてかけてて似合う人はすごい好きです。知的メガネの話ですね、うん、なるほど。ちょっともう次行ってみたいと思います、はい、ババーン、ピアス、ネックレスなどのアクセサリー、うん、シンプルなピアスを一つさらりとつけてるくらいがベスト、うん、ゴツゴツしたネックレスや指輪は好きじゃない。ゴツゴツは嫌いってことだよね。ゴツゴツは嫌い、うん、その心は何ですか。オラオラ系に見えるってこと。あ、そうオラオラ系が好きじゃないんだそういうことだそうです。はい、次行っていきたいと思いますファッションの系と着こなし方、極端に個性的なファッションは苦手です。でも自分に似合うことを把握していて本当に似合ってれば OK。 大人かっこいい系、また難しいところですね。でもそれはもう日々 BR で、あ、この感じは好きなんだ、ね、はい、好きです。次いきたいと思います、はい、バーン、靴、とんがってる靴苦手、スニーカーのかかとを踏む人も嫌、男性の革靴はそそりますよね。革靴そそる、革靴好きです。男性のサンダル実はあんまり好きじゃない。サンダルダメだったんだね、はい、結構この回でも紹介してますけどあんまり好きじゃないんだね。じゃあ次、バーン、カバン、TPO に合わせたカバンを持てる人がいい。いつでもどでかいリュックとか、遊びに来たのにビジネスバッグみたいなのとかは嫌かな。なんか例えばもうこれが一丁羅だっていうカバンを買って、うんうん、もうそれしか
持たないとかじゃなくて、うんうん、ちょっと安くてもいいから何個か持っといて、うんうん、TPO に合わせたバッグを選んでほしいなっていう。なるほど。続いて、はい、最後ですね、表情、態度、オーラなど雰囲気に関することは何でしょう。答えは笑顔が素敵なのはマスト。もちろん TPO に合わせることは大事だけど、遠慮せずにいっぱい笑える人がいい、ちょっと裏がありそうな何かを秘めてそうな不思議なオーラを持ってる人に目がいく、うん、とにかく、うん、もうガハハって笑う人結構好きなんですよ。だけど、うん、ガハハって声出しちゃいけないところでガハハって笑うようなガサツな人は嫌だなっていう思いで。あ、また難しいね、うん、でも、うん、あの笑顔が素敵な人が好きっていう、うん、で、まあ、裏がありそうっていうのは、うん、何考えてんだろう、ちょっと裏ありそうって思う人の方がちょっと魅力感じません？分かった、ミステリアスっていうことか。ちょっとミステリアス。女の人ってそれ言うよね、うん、セクシーっていう言葉の代替え置き換えは実はミステリアスっていうことを言う人は非常に多いんですよ、はい、うん、じゃあそんな今までのこのね具現化したものをこれから見せていただけるんですか、はい、もしかしてそういうことでいい？なんかいや、もう想像してた展開と全然違って、うん、私ちょっと心折れかけてるんですけどこれはあの BR のホームページにこう載ってるスタイリング、うんうん、例えばを比べていきたいと思います。ほうほう。私が好きなスタイル、うん、いきますね、うん、もうこれとかこれとか私ベストです。もうこれは絶対女子にもモテる、うん、これ間違いないです。もう来週やってくるよ。あ、お願いします。次回やってきます。続きまして、うん、V ゾーンの、うん、なんかおしゃれアイテムとかで、うんうんうん、男性のスカーフってあるじゃないですか。うん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 、あ、ここにね、これはあんまり、うん、モテファッションみたいな風には、うん、あんまり見えない、うん、こっちのスカーフはありだなと思います。同じやん、違うの？いや、だから色の統一感があるから、うん、ああ、なるほどね、うん、なるほどね。スカーフっていうアイテムでもうまく溶け込ませてくださいと。溶け込んでると、うん、だからこういうニットの感じでいくと、うん、これよりシャツバーンみたいな方がかっこいいなって思いますね。まあ、普通にね。じゃあ続いて、はい、分かりやすい。この回勉強になるな、なんかすごい。あとやっぱ色の統一性があるのは私が個人的に好きなのかもしれないですね。なるほど。じゃあそろそろオーラスです。このサンダルちょっと苦手あ、グルカサンダルダメなんだ。グルカサンダル革靴が好きって書いてあったもんね。はい、ね、思っちゃう。これでも今日はね定期的になんかこういう風にやってもらえると僕はすごい勉強になるなと思いました、はい、色使い、はい、ね、今日のポイントで言うと、はい、すっきりスマートに行きなさいと。すっきりスマートに行くのがベスト、うん、っていうことだよね、はい、あとやりすぎたり盛りすぎたりするのはあまりかっこよくないよと。スカーフとか取り入れたい場合は、うん、なんか色に統一感持たせるとか、うん、自然にこうスッと、うんうん、あとサンダルが嫌いだって話で。これは私の好みですわかりました。これは好みです。でもね、非常に勉強になりましたよ、すごい。これはね、定期的にやっていくきっかけに、はい、あ、よかった、した方がいいんじゃないかなと思います。なんか私もちょっとこれからもっともっとですね、男性ファッションをちょっといろいろ勉強もして、うん、はいはい、このコーナーもちょっとたまに挟んでいけたらなと思いますので、はい、よければ参考にしてみてください、はい、ということで次週はこちらです。実際にモテたいならモテる女に聞けということでですね。私はあの時計はつけててほしい。あんまりファッションにすごくこだわりすぎてるのが前面に出ちゃってると。頑張っちゃいけないってことだ。頑張らない方が。ファッションカレッジとはまた別で新番組始まりますので、両方合わせて見ていただくとさらにモテる男に近づけるっていう。そして、はい、ここで、お知らせがあります。 BR では仲間を探しております。もう BR チャンネルとかもありがたいことにたくさんの方に見ていただいてまして、人数が足りておりません、はい、なので編集とかをしてくれる方、はい、そして BR ショップで働いてくれる方、どちらも募集しておりますので、はい、一緒に働きたいという方は応募していただけたら嬉しいです。ぜひ、はい、一緒に働きましょう。小芝さん、はい、最近 BR チャンネルが大変なことになってるの知ってますか？知らないです。実はですね、はい、あのいろんな方面のところから、
いろいろお話をいただいていて、こう紹介してほしいとかそういうことが増えていて、毎週1回じゃ足りなくなってきたんですよ。なので、毎週水曜日夜8時に更新することは変わらないんですが、不定期でプラスで追加でどんどん動画が上がってきます。動画の数も増えますので、皆さんはまずチャンネル登録をしてもらわないと見逃しちゃう可能性があるので、そっかそっか、チャンネル登録、はい、チャンネル登録をしてもらえば通知が来るから、だからチャンネル登録しなくちゃいけないんだよ。そうしてくれ、チャンネル登録してくれ。ぜひ皆さんまずは、見逃さないようにチャンネル登録をしてください。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ告知を。ツイッターとインスタグラムとぜひフォローしてください。イベントを全国回ったりとかですね、そういうことをしております。でそういう詳細は随時ツイッターとかインスタグラムに上げておりますので、ぜひ皆さんツイッターインスタグラムフォローしてください。お願いします。そして星葉さんも。はい、僕もですねインスタグラムだったりとかウェブマガジンの編集長やってるんですけれど、ポルタスタイル毎日更新しておりますので、そちらもご覧になっていただければと思います。チャンネル登録はこちらです。くる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 。そしておすすめ動画がこちらです。くる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 。